が皆さんやってまいりました、もりちんです。さあ、ビーストバトルシミュレーター最終話ということで、今回ラストにしようと思うんですが、27、28、29、30やっていきますよ。キャノンサッカー、まずいきましょう。キャノンです。キャノン持った動物たちでサッカーします。パワーワードですね。本当にクレイジーサッカーとかもう説明で言っちゃってるもんね、これね。これから置くやつらみんなキャノン持ってんだよね。あ、キャノンみんな持ってんね。ちょっとね、なんかこういうのもね、やっぱ欲しいかなと思って、で、カンガルーを置いて、やべ、超重い、超重い、やべ、キャノンが重すぎる、やべ、PC が重い、頑張れ、これでいきます、ちょっときついんで、PC が超重い、うわ、すっげえすっげえ、待って、キャノン打って、マジでキャノンでやるの？待って、引きます、やばい、ちょっとさすがに PC が重い、キャノンが重すぎる、あ、いった。マジかよ。お前ら、やべ、PC が重いよ。あー、マジかよ、そんな飛ぶの？いけ、あ、ウィーわけわかんねえよ。なんで勝ててるんだよ、むしろ。なんで勝ってるの？数の暴力か？あ、どこ行った？あれか。いけ、当てろ。見えない壁に衝突してなんかもうわけわかんなくなってるけど。もうこれいけんじゃないの？これいっちゃうんじゃないの？これいっちゃうでしょ？いっちゃう。危ない。これ弾がさ、あ、でも弾ちゃんと消えてくれてんね。よかった。さすがにこの弾残ってたら多分 PC クラッシュするわ。多分だけど PC クラッシュは免れないだろうな。やばい、これは入る。やばい、これは入るって。これ逆に入んなかったらやばくね。これ入んないとか濃厚すぎる。いや、濃厚もクソもねえな、この量じゃあかんな。ワンチャンこれ入っちゃうんじゃない？これ当たりどこ悪いと入るな。入ったー！完封！来ました。いけました。いっちゃいました。はい。さあ、いや、面白かった。さすがに PC がめちゃめちゃ重かったわ。さあ、これでは、ここからは、これはなんだ？これは何をする？いや、見てみようか。これは一体何をするんだ？ダイナソー。何？普通に倒しゃいいんだろうけど。いや、いろんな種類いるな。これ、バラエティに富んでるな。あ、待って！あ、やべえ！こっちはこの戦力で戦わなきゃいけないのか。エレファント隊でいけないことないの？いけるんじゃね？エレファント隊で。どう？これいけんじゃない？ T-Rex がきついかな。火炎放射がめちゃめちゃ強いからさ、火炎放射になんとか頑張りたいよね。数減らして火炎放射置くか。あ、ゾウ強いぞ。あ、これゾウ強いぞ。あら、頑張れ。スピード多分それ死ぬから、炎上ダメージで死ぬから、死んだ。すっげえ。いけんの？マジゾウ強い。さあ、3人集えば文字の知恵だよ。知恵ないけど、こいつら。知恵使うじゃないけど。頑張れ。お前らの角で。あ、いったまさか。ゾウいったぞ。やったー。これすごい。この絵面すげえ。この絵すごいわ。ピーンって立ってるけど。首ピーンだね、これ。しゃあ、いけたじゃん、ゾウ。強いじゃん。あら、いけた。マジかよ。で、これだね。これは、カンガルー、クロコダイル。いけるか、カンガルーとクロコダイル。うわー、カンガルー、クロコダイル。待って、1500しかないの。1500しかないの。トリケラトプスに火炎放射を積みます。そしていや、無理だな。やっぱ圧倒的に数の暴力ってのをね、実践したいってのはあるね。だー、お前ゴムゴムの実の能力者がいましたね今ね。いやー、これすごいな。火炎放射でどんぐらい。うわ、待って、トリケラトプスやばくない？うわ、あ、でも意外となんかちょっとなんか希望が見えた気がする。トリケラトプス強すぎ。トリケラトプスがめちゃめちゃ強いけど、さすがにそれは置けないから、もうさ、こいつらにさ3体置くとダメか。こいつらにこれを搭載してさ、これでいい気がしてきた。ラプトルを置いて、どう？火炎放射搭載したさ、こいつら強いんじゃね？めっちゃ無駄に放出してるけど、お前らさすがに神風すぎない？ちょっと待って、それ神風すぎるだろ。いや、急降下って、急降下ってやばいやばいやばい。お前ら自分犠牲にしすぎ。あーでも勝った。うわ強い。火炎放射プテラやばい。うわこれえぐい。誰がどう見ても飛行機だよ。あ、すごいいいねこれさあ、ついに来ました、ラストステージ、ワールド・ウォー・ビースト。これやばいんじゃねえの？これ全種類来てるな。フォーオールだもん、これオールだもん。ワンフォアオール、オールフォアワンだもん。うわ、で9000で戦わなきゃいけないので、さっきの戦いで少し分かったのは、やっぱり空のやつらは強いってのはやっぱ分かったので、プテラでこいつらに火炎放射を搭載ってのはやっぱ強いなと、これは感じました。で他に余計なものをやろうとすると他のやつでエイムをしようとしちゃうからアウトだなっていうところと、あとはでもこいつらに対してだとやっぱり厳しいかな。やっぱ T レックスでやるのがベストかな。ちょっと少数精鋭でいこうか。900。やっぱりね、火炎放射がすっごい有効なんだよね。ラプトル置いて、やっぱちょっと恐竜で戦わないとさすがに勝てないよ。サイドから行きましょう。火炎、何お前何してんの？あー、ペンギンをやってたのね。なるほどね、ペンギンをほぐってたのな。これでもいけるんじゃないか多分。炎症、これさ、炎上ダメージで多分これいけると思うんだよね。炎上ダメージで多分いける。あーでもきついか。あ、炎上ダメージいける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 。あ、いけるいけるいける。あとはこれいったか。まだいる。え、あ、細けえのがいんのか。細けえのがどっかに。あ、待って、これ買ったんじゃね？よっしゃー、やっぱ炎上ダメージが強い。重火器強い。やったー、コングラチュレーション、アンロックキングペンギン。あ、キングペンギンが出たの？あ、マジで？ちょっと待って、見る、やってみる。キングペンギンが来た。キングペンギンはどこに？あー、いるじゃん。最後までだったらキングペンギンなんだ。これいけるかな。でこいつら全部に火炎放射を搭載したいから、いや待てよ、火炎放射なしでいってみようか。せっかくだからそういう重火器なしでやってみよう弱いぞ。ちょっと待って、ちょっとパンチがもうちょっとパンチが欲しいよ。キングペンギン頑張ってキングペンギン頑張ってねえ、さすがにね、最後までやったんだから頑張って。ああもう死ぬ。あ、でも意外と倒してる。あ、いける。頑張れ。いける。あとこいつだけじゃん。うわ強い。これやばい。絵面がすごい。お前らなんでそんなくるくるするの？すげえ強い。これやばいわ。これいいねこれ。最高このゲーム最高。僕久々に最後までやったよ、なんかゲームをてなわけで、こんな感じでございました。ですね、まあ、そんなわけで、こちらの、ビーストバトルシミュレーターね、今、ちょっとまあ、もうだいぶね、投稿日過ぎてるかなと思うんですが、全部今日ね、ため取りしたんですけれども、まあ、Steam の、ね、早期アクセスで来てたので、10% オフだったんでね、いきなりね、買ってやってみたけれども、とてもクレイジーな、面白いゲームでした。この手のゲーム、やっぱね、どう配置するかでも変わったり、で、毎回そのね、結果が違ったりとかでね、やっぱりその一回一回がもう本当にその時だけの特別な試合っていう感じなんでね、とても楽しめたかなと、僕も楽しむことができました。ぜひぜひ皆様買ってね、これの正式ローンチ待ちましょうてなわけで、こちらのゲームビーストバトルシミュレーターはこんな感じでご視聴ありがとうございました。YouTube のチャンネル登録、それから Twitter のフォロー等々待ってますのでよろしくお願いいたします。グッドボタンもよろしく。それでは次のゲーム配信でお会いしましょう。グッドバイバイバイ。